この創始、目に見え、心に思うことを。この創始、目に見え、心に思うことを、人やは見むとすると思いて、つれづれなる悟いのほどに、かき集めたるを、愛のを、人のために、貧なき言いすぐしも、しすべきところどころもあれば、よう隠しおきたりと思いしを、心よりほかにこそ、森いでにけれ。宮のお前に、うちの音どの立てまつりたまえりけるを、これに何をかかまし、上のお前には、四季という文をなむ、かかせたまえる、などのたまわせしを、枕にこそははべらめ、と申ししかば、さは得てよ、とてたまわせたりしを、あやしきを、こよやなにやと、つきせずおおかる紙を、かきつくさむとせしに、意と物覚えぬことぞ、おおかるや。おおかた、これは、世の中におかしきこと、人のめでたしなど思うべき、なおえりいでて、歌などをも、木、草、鳥、虫をも、言い出したらばこそ、思うほどよりはわろし、心見えなり、とそしられめ、ただ心一つに、おのずから思うことを、たわぶれに書きつけたれば、ものに立ちまじり、人なみなみなるべき耳をも、聞くべきものかはと思いしに、恥ずかしき、何度もぞ、見る人は下まうなれば、意と怪しうぞあるや、下に、そも断り、人の憎むをよしと言い、ほむるをも悪しという人は、心のほどこそ押し量らるれ。ただ、人に見えけむぞ、寝たき。左中将、まだ伊勢の神と聞こえしとき、里におわしたりしに。橋の刀なりし、畳を差し入れし者は、この草子乗りて、いでにけり。惑い取り入れしかど、やがてもてをわして、いと久しくありてぞ、帰りたりし。それよりありき染めたるなめり、とぞ本に。